TBS ラジオ伊集院光とラジオと銀河万丈とおはようございます。伊集院さんも柴田さんもこちらは一方的に存じ上げておりますが、お会いするのは初めましてということになります。トークの方は全く不慣れでございます。お二人に全てを委ねます。ではこの後スタジオでお手柔らかにお願いします。すげえ、なんかすごいもん聞いてますよ。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。こんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの伊藤楓です。こんにちは、木曜パートナーの柴田理恵です。いや、今お声をいただいたのが、まあ、声優でナレーターの銀河万丈さん、ね、はい、いきなりお年も失礼ですけど71歳にして、素敵な声、ツヤのある、で今の多分おしゃべりの仕方はある意味銀河万丈さんそのものの多分、はいはい、お声出し方で、はいはい、なんかそれぞれの銀河万丈さんともまた違う、そうなんですよね。しかもなのに極端じゃないじゃないですか、うん、確かに、なんだろうあれ、いやー、ね、すごいですよね。え、柴田さんは銀河万丈さんといえばプレバトの俳句、あもうあの満員電車で一句、はい、ね、ほにゃらら乗ってくるともうそう、ね、ドキドキ、自分が書いたやつだともう本当に怖くて、銀河万丈さんの声怖いね。そうか、それドキドキ条件反射でつながっちゃってるんだ。そう、どこからあの聞いて、どこで聞いてもテレビのどっか端っこで言っても銀河万丈さんってすぐ分かるの。え、伊藤楓は、でも私やっぱり何でも鑑定団が見てたので、そうだね、結構一番馴染みがあるかもしれないですね。自分はあのー出張鑑定の、うん、あの、司会をやってたから、うん、あ、そうつけてもらってるのよ、つけてもらってる側。俺はね、同世代男子は多いと思うけど、うん、機動戦士ガンダムのギレンザビって役なんだけど、俺この役は銀河万丈さんがやって、ある意味ガンダムが大ブームになって、大きなその銀河さんのやったこのギレンザビっていう存在感が、ガンダムが今日までヒットしてる理由の一つだと思うんですけど、さあそんな中、お知らせの後銀河万丈さん登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は東京カリンと他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、銀河万丈さんは1948年生まれ、山梨県出身、現在71歳。舞台活動を経て28歳の時に声優デビュー。機動戦士ガンダムのギレンザビ役や北斗の拳のサウザー役などをはじめ、悪の強い役を好演して評判となりました。またナレーションでは、開運何でも鑑定団やプレバトなど幅広いジャンルで活躍されています。本日のゲストは、威厳のある渋い語り口が魅力の声優界のレジェンド、銀河万丈さんです。さあということで、スタジオには銀河万丈さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。僕は不勉強で、その銀河さんのお顔が、はいはい、初めてここで一致してるんですけど、はい、あのこんな言い方わけわかりませんが、裏切らないお顔で申し訳ない、ダンディーな、申し訳ありません、こんな顔です。いや、とんでもないですよ。ああ、でもラジオだとみんな信用してくださるから、もっと言ってください。いやいや、そしてこの声、素敵ね。どうです、はい、こう役でもナレーションでもなく、こういうフリーのトークの番組ってのは。ああ、もうとてもとても緊張してますね。もう全然何を喋っていいかわからないし、一番困るのは、あの人の名前とか場所とか出てこないことがどんどん多くなってきてるのに、よくこういうお仕事を毎日続けていらっしゃると、あのもうすごいなと思いますね。進行してる僕がそうですから大丈夫です。もう本当にね。もうキャリアとする、この声のというか役者というか、キャリアってもうどれぐらいになるんですか。
と、そうですね。まあ、四十数年、五十年にはならないと思いますけれども、いくらなんでも。スタートは声優さんなんですか？でも役者さんなんですか？スタートって、まあ、ほう。公にと言いますか、はいはい、ちゃんとスタートしたっていうことで言えば、まあ、プロとしての スタートということで言えば、はい、まあ、声の方が、だと思いますが、その前も、まあ、ちょこちょこと舞台とかは、まあ、関わったことは関わってはいたんですけれども。それがこう、声になっていくきっかけって何なんですかね。もともとは、その、はい、学生時代にラジオドラマにハマりまして。はい、絶対面白いわ、ラジオドラマ。はい。まあ僕たちの時代がちょうどラジオの時代といいますか、テレビがまだなかったこともありまして、はい、普通にラジオなんですね、その、うん、ドラマもいっぱいありましたし。はい、ところが、その、ちょうどそんな風なことが面白かったこともあるんですけど、学生時代にこう、放送刺激というのがちょっと一時、ブームといいますか、流行りまして。で、詩人の方なんかが割合台本書いたりしていて。ちょっとですから、普通のラジオドラマとは違った感じの、なんか、セリフ回しだったり、はい、いろんなことがありまして、各ラジオ局も随分そういうことにこう力を入れていたって言いますか、なんて言うんでしょうかね、なんか、賞を狙いに行くみたいな勢いで作っていたんだと思うんですね。はい、はい。で、たまたまその頃渋谷に、ジャンジャンっていうのが。はいはいはい。あそこが、オープンの時に、見えない劇場っていうタイトルだったんですね。で、ラジオドラマを喫茶店なのに聞かせるんですよ。へぇ、いっぱいなんか小さなスピーカーが壁にたーっと垂れていまして、で、いろんなラジオドラマを聞かせてくださるんですよ。で、コーヒーを飲みながら、ただ暗いところに座りながら、ラジオドラマを聞くんですけど、ただ優秀な作品とかいっぱいあったんですけども、うん、特にああいう営業に絡んでくると NHK からは、出せないものが、出せないわけですね。ドラマとしてのそういうもの。ですから、はい、だんだんその作品に、こと書くようになったんじゃないかというふうには思うんですけど、なんかすごく新鮮ではありましたね。そんなふうな時代で、ちょっとそういう、ラジオのドラマの尻尾のあたりがちょうど学生だったっていう感じですかね。そういう面白い企画をずっとやってた時代なんですね。そうですね、そういう。で、なんかそういうことやりたいなとは思ったんですけども、時代的にそんなことをやる場所といいますか、できるところってほとんどないわけですよね。もうテレビ全盛で、どんどんテレビの時代になって、はい。で、そうこうしてるうちに何にも決まらないうちに卒業ということになっちゃって、大慌てで、とにかく、そういうことの引っかかりがあるところっていうと劇団ぐらいしかなかったんですよね。はいはいはい、で、特にその作家さんとしてはもう井上久志さんがもう飛ぶ鳥落とす勢いでっていうか、まあ、はい、台頭してきたと、はい。で、井上さんいらっしゃるテアトル栄光に、なんとか、というところがそもそものきっかけといえばきっかけですね。でもその僕は初めその放送刺激、そのポエムの劇、はい、刺激って言葉を聞きましたけど、もうすでに面白そうで、なんかラジオドラマもおそらくいろんなのが出たんでしょうね。アッシュがいっぱい出た中で、うん、今お聞きする限りはそれは芝居であり朗読であり、なんか、とても今のお仕事に合ってるっていうか、ナレーションも、はいはい、おそらくアナウンサーのナレーションとは違うじゃないですか。ちゃんとこう、はい、感情のあるというか、あ、そうですよね。そうじゃないですか。うん、抑揚がちゃんと、ね、さんの場合は声も違うし、声優のお仕事とそのあのナレーションのお仕事は、はい、そこから始まってるような気がすごいしますね。気づきませんでした。アニメは最初なんですか。最初は東映のちょうどそのロボットものといいますか、はい、そういう前世な頃がありまして、はい、サザエさんから続く枠がありまして、はい、その時にやった、やっぱり最初から、UFO ロボグレンダイザーっていうのがあったわ。デュークグリード。すごい。その、敵役の科学者といいますか、はい、ズリル長官というんですけども、で、もう
僕よりも先輩の方が主役をやってらっしゃるのはそれはいいんですけど、その方の、その方のお父さんみたいな役になっちゃうと、なんか やりにくいなというのはありました。その声だから。ありましたね。お父さん、先輩のお父さんになっちゃうことありましたね、その時は。お前いい加減にしろって言ってるのを言わなきゃいけないところに役で行くわけですか。うわぁ。そんな中で、はい、あの本当に個人的で申し訳ないんですが、まあまあ、あの、ギレンザビ。はい。はい、機動戦士ガンダムのそのギレンザビで、はいはい、役どころとしてはね、もうね、若きヒトラーみたいなやつです。で、また、その、ガンダムってすごくその敵だ味方だ悪だ善だってのは難しいんですけど、はいはいはい、このギレンザビが独裁と暴走を始めることで、うん、まあまあ、その、国がおかしくなってくるんです。戦争がでかくなってくるんですけど、はいはいはい、うん、まあ、面接。でも、未だに言われますでしょ、議連の演説は。そうですね、あの、特に、あのドラマ自体は、そんなに長いシリーズだったわけじゃないんですけれども、はいはい、後々ゲームみたいなものが起こって、はい、うんうん、まさかのその、仇役のそういう議連の野望っていう、まあタイトルのゲームがあったんですけど、はいはい、そういう風な方向に行くことになった時から、演説を何十回やったことか、再録をしなきゃいけないし、そうなんですね。その都度なんかちょっとずつ企画が違ったりするものですから、はい、パチンコもありましたし、そうするともう本当に、あれこれ、この間も喋った、この間も喋ったという感じの演説漬けでしたね、へだからそもそもは、まあ、キーワンであるものの主人公からすると敵役の一人ぐらいなんですけど、うん、どんどんその存在感がすごいから、うん、ゲームの主役だし、未だにみんな、うん、あいつが生きてたらあの宇宙戦争はどうなってたんだろうな、みたいな話になるような役なんですよ。なんかあの、長い演説ですけど、一、うん、くだりぐらい何書いてある、ね、あと聞いてみたい、聞いてみたい。なんでしょうね。すごい。困ったな。俺、やってほしくて。はい。すげえ、全部プリントアウトしてきた。俺の好きなところは、諸君らが愛してくれたナルマザミは死んだなぜだっていうところがすごい好きなんですけど、でもまあ、どこでも、あ、そうですか。ガルマって誰？こんなファンがいるんですよ、はい。僕はもう全部プリントアウトしてきました、ね。私の弟、諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ？坊やだからさ。この後のセリフも覚えてますけど、ここはもう名シーンなんですけど。これ延々と長いのがおっしゃる総理そうですよね。劇場版できました、ゲームになりましたってやってくたびにこれやるわけですね。そうですね。ゾクッとした。で、絵もなんかちょっと細かくて、この時は、はい、シャアのサングラスに、はい、演説しているテレビが映るんですよ。そのテレビの中の口が動くんです。はい。というくらい細かい。そうか、口。そのリップもある程度合わさなきゃいけない。すごい。いや、まあ、ここがすごいシーンで、やっぱりそのキーマンの、その、まあ、一人の、まあ、彼の弟が死ぬんです。死ぬんですけど、この死んだことすらも、その独裁政治に生かしていこうとする、その野心のシーンなんです。なんか、シーンなんです。ちょっとヒットラーみたいな。そう、もうまさにヒットラーの感じなんですけど、でもこれと全くこう逆と言いますか、ナレーションの仕事、はい、それこそ東海で出た何でも鑑定だ、はい、あれも大変ですよね。そうですね、お宝説明がかなりシビアな。そうですね、あれ間違ったら怒りますもんね。ですから、まあ、ギャップと言いますか、バランスの取り方、いわゆる、まあ、出張鑑定で持っていくところの当て方と、はい、多分その、美術館的に、うん、成立するくらいの、そこは間違ってもらっちゃ困りますよ、というものがあるでしょ。はい、はい。あっちの緊張感と言いますか、まあ、時々、このように申し上げましたが、こうでした、みたいなのが、昔はありました。この頃、全くないんですけども。人気番組にどんどんなっていっちゃうと、例えばなんかわかんないけど、何々図と何々の図でもうちょっとこう違うもんなんだってなっちゃうのと、僕はあれを自分は出してもらってたから、出してもらってて、その舞台、その場で起こってる空気もわかるわけですよ。はいはい。
本当に恥かいちゃう人もいるから。本当に大恥かいちゃう人もいて、それは絵だけで見ると、ちょっと殺伐としちゃう時もあるんだけど、ですよね。でも、銀河さんつけてくれると、可愛げにちょっとしてくれたりとか、救われたりとか、あれ本当するんですよ。いやいや、もうそれはね、やっぱり司会者の方の方が大変だと思いますよ。やっぱりあそこでどうしようってやっぱりありますよね、きっと。ありますよ。あのだってそれを持ってるから何年もその街の名士な人とかいるのよ、ね、うん、その人が名士でいる理由はそれが本物だからなのよ。それがそれを自慢しようと思って出たやつが宣言になった時のいやーもう分かりきれないな。まあそれが面白いんだよね。これ見ててほら、そこではそこには銀河さんがいてくれないから、うん、残念って言ってくれる人いないんですよ。そうだよね。ああいうのは何ですか。こう心がけてることってありますか。ナレーションを当てる上で、うん、特に意識はしてないんですけど、まあ、その番組の空気感といいますか、はい、あの緊張してるところとか、はい、緩いところとかっていうことにどうこうついていくかっていうことは ありますけど、じゃあのプレバトの俳句読むときも、はい、そういう時々自分でも理解できない俳句がありますけどありますけれど一遍出てやってるんですか。これ本当に本当にこの読みでいいんですかとかね。そうか、多少のニュアンスは入れすぎちゃダメだけど入れなきゃならないですもんね。そうですね。それとその文字、うん、文字運びとしては日本語としていかがなものかというものが あっても これは間違いじゃないんですねって確認しないとご本人がそう読んでいるっていうことがあるじゃないですか。めちゃくちゃな時ありますからね、うん、とかあの漢字の読みもそう読ませたいって、うん、ね、ご、ね、本人があったりするからすごくあるんですよ。そういうのって作る方は苦しんでるから、ね、そうですそうです、ね、本当に大変だと思います ね、 ね、ずっと四六時中腐ってやつあったじゃないですか、あの若者が笑うっていう W2 つ書くでしょ、はい、あれでこれで草って呼ぶんでしょ、はいはいはい、それのそれを書いたね俳句があったあったんですよ。ありましたよね、はい、私もあれなんて読むのか分かんなくてえ文字面は WW なの WW なのあ、それだけど、うん、なんとかで草なんだけど、WW ってなんだろうと笑ったのかなと思うと、ああ、そうですよね。待って、私これ銀河さんよく草って言ったなって思った。それディレクターが、これは草でございます。草生えるってやつだったんですよ。ありましたね。うん、WW は生える。WW 入るとなんだろう。それは柴田さんはスタジオで、はい、銀河さんそのニュアンスじゃないんだよとか文句言ってんでしょ。いやいやそんなことないですよ。いや私はもうとにかくドキドキして聞いてます。いい声だな。いやいやいや、ただもうずっとトラウマになるんです、あの声。あそうか、もうあれは判定が下されるわけだから自分のが読まれるところだから、あの全然関係ないところで違うチャンネルの声聞いてもドキドキするんですよ。俳句読まれるだってその番組が違うよ。そうさあ一度 CM を入れてまだまだお話聞きたいと思います。スタジオには銀河万丈さんお越しいただいています。伊集院光とラジオと銀河万丈とごんべんと急に番組の面白さがアップしちゃうね。うわー、ということで引き続きゲストは声優でナレーターの銀河万丈さんです。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。伊藤楓憧れの人なんだ、何か質問しないとさ。やっぱり私こうなんかナレーションするんですけど遊べないんですよ。俺を見なくていいよ、銀河さんも見なさいよ。僕も遊んでないですけど。いやいやいや、待って待って、その、アナウンサーの葛藤としては綺麗、はい、に読むことを求められているので、はい、そのなんか VTR に合わせたナレーションでもっと遊んでいい、遊んでって言われるんです。そこですよね。それができないんです。だから立てるところって多分日時とか大事、人の名前大事とか、まさにさっき言ってたその文化財の名前とか芸術品の名前なんていうのは、そうなんです。そうなってくると語尾とかちょっとなんかもっと上げてとか言われるとなんかちょっとなんかできないってなるんですけど、はい、そこはどうやって乗り越えていけるみたいな。結構無視します、ね、無視するんですか。あの立てるところを立てていくとでっこぼこになっちゃうんですよね。あそこも立てここ、全部大事なわけですよね、はい、特にあの CM なんて
もう全部ここも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 立ててくれってなるじゃないですか。ああなります。そうするともうどんどん上がっていくだけで別にどこも立てないことになっちゃうんですよね、うんうんはい、だからあんまりそのことってこう立てようとしたものは立たないですよね。あ意外に素晴らしい。あの怒って説教してたりしてもなんか肝心のところはちょっと声が低かったり、うん、怒鳴り飛ばすだけじゃないじゃないですか、はいはいはい、だからそういう意味で立てるっていう風に意識しちゃうと、うん、あの出すだけになっちゃうんですよね、うん、だから一番大事なところが意外にちょっと静かだったり、うん、あのすることは多いと思うんですよね。なるほどね。なんかそうすると、なるほど、はい、立てるとは何かっていう話になってくんでしょう。そうですね。そう全員立ってるところで一人寝てりゃ、うん、そいつが一番立ってますもんね。目立ちますもんね。目立つって意味じゃそういうことだから、そういうんですね、立てろ立てろって言われてるうちにただ怒鳴ってるみたいになっちゃう時あるもんね。ありますよ、そうですよね、本当にあります、うん、ね、ある CM である、あとセリフもそうでしょ、セリフもそうですよ、頑張ったら頑張ったら頑張ったらただ言ってるだけで何にも伝わってこない、やっぱりちょっと緩急難しいですね、あれは。だから、うん、そう どういう風なところが欲しくてそうおっしゃってるのかってことがわからないんですよね、はいはい、あのそこ立ててください、もっとちょっと立ててくださいってなると、うんうん、ってなっちゃう、はい、うわ、なんか遊ぶとは何か立てるとは何かみたいなところの根本のところなんでしょうね、これ ねずっとやっぱり自分でもわかんないですねそれ、うん、でも引き算も大事ってことですね。まあそうだね、あとは僕は、洋画の、みんな個人的な趣味ですごい話聞きますけど、はい、洋画の吹き替えで、はい、もうグリーンマイルっていう、その、作品が好きで、はい、あの、ジョン・コーヒーっていう、はいはいはい、あの、俺がやりたい役があるんですよ。デカブツの、ね、うん、乗ったりとした男の、だいつもダンディーな長官を思い浮かべ、さっきの演説、あの、コーヒーをやってますよね。そうなんですか。はい、あ、本当だ、その声だ。コーヒー振った、フジテレビでやった時だと思う。あ、そうでした、うん、そうでした、はい。あれもできん、こんな言い方ひどいですけど、あれもできちゃいますね、あれも。いやいやいや、あの、割合、黒人の方の巨漢とか、巨漢、多いんですよ。あのそれもね、軍曹だったらすごいわかるし、強いパワフルな役ならわかるんですけど、あいつあんなでかいのに、おどおどで、乗ったりで。ですよね、ずっと、はい、犯人だと思われ て, られて、うん、うまく主張もできず、うん、はい、しかし確かに、なんて言うんですかね、役者さんの表情にもどんどん引っ張られますよね、やっぱりその吹き替えって、うん、もうなりきるわけじゃないんですけれども、うん、その演技にはどうしても引っ張られていくし、うん、はい、だから本当に自分がやってるって意識あんまりないんですよね、ああいう当てれこう見た、でもだからその役者さんの演技に声がこういろいろこう変わってくっていうか、憑依みたいなもんなんですか、ね、シンクロっていうのか、だっていろんな声出されるから、でもまあ冷静になっている部分も多いんですけれどね、うん、どうなんでしょうね、呼吸があってくると大体こうなんか気持ちがスッと入りますよね、ですから割合難しいんですよね、うん、音だけ拾ってると吸ってから出した音なのか吐いてから出した音なのかわかんないじゃないですか。はいはいはい、特に殴り合うシーンみたいなものがあると、うん、一つ呼吸を間違えるとなんか妙なことになっちゃうんですよね。うんうんうん、で殴られてふーってなってるところをふーって言っちゃうともう次の呼吸がもうぐちゃぐちゃになっちゃう、ね、はいはい。この王は吐いてる王なのか吸ってる王なのかが、それは結構大事なところかもしれないですね。気遣いでそうか変わりますよね。何時間でも喋ってられるんですけど、きちんとお知らせしなきゃいけないイベントございますので、うん、はい、これ伊藤楓の方から、朗読会のお知らせお願いします。はい、銀河さんの朗読会ゴンベンが今月15日の日曜日、渋谷区のエディ富ヶ谷で開催します。この朗読会2回行われまして、1回目は15日の午後1時開演、2回目は15日の午後4時開演です。うん、定員はそれぞれ25名で、料金は1000円となっています。ちょっと25人って贅沢な。そうですよね。どんな会なんですか、これ。
でも、もうちょうどその普通の生声で、お話をしてなんとなく普通に聞こえるっていうと、そのくらいがなんかいいかなという感じがしますけれども、10年以上継続されてると、ね、気がつくとそうですね。どんな題材を読まれるんですか？特に最初に何か決めていたわけではなくて、はい、そのごんべんという大きな括りをつけておけば、はい、いろんな方が関わってきたときに、割合そのどなたかが見えたときに、こっちが下になれば話だし、右側にどういう形がつくかによって、いろんな、まあ、言葉というものの中の遊び方ができると思ってたんですけども、はいはい、誰も一緒にやってくれないもんですから一人で結局やらざるを得なくなりまして、最初にやったのはその宮部みゆきさんの、お話だったんです、はい、で、それは12ヶ月、うん、一月に1話ずつあるようなお話がありまして、はいはい、それで1年は持ったからもういいかなとは、なんか終わると、はい、ここでやめるわけにもいかないかなっていうことがあって、ずるずると続いてはいるんですけれども、リスト見たらすごいのがね、その宮部みゆきさんでしょ、浅田次郎さん、藤沢周平さんに混じって庄司貞夫さん、もうとにかく語り口の軽妙さに、惚れちゃいましてと言いますか、まあノックアウト状態ですかね。おじさん文学なんですよね、うん、だからどんなに上手な方でも女性だと面白みがちょっと伝わらないような気がするんです。お腹が出てきたとか髪が薄くなったとか、そういうことの悲哀がこう自虐的に語られたりいろいろするんですけれども、はいはいはい、そう、女性がやるとちょっとその辺が、うん、そうですね、どんなに上手にやってもダメなのかなと、うん、そうすると、うん、おじさんを武器にしないといけないというのと、おじさんでやっていられるところがなんかとってもふっと自分も楽になるんですよね。さすでに食いついてますが、この朗読会、まあ今申し上げました通り、定員25名と少ないので、はい、お申し込み、もう今聞きたいと思った方、早めにお申し込みをお願いしたいんですが、お問い合わせ番号をじゃあ伊藤楓からお願いします。はい、お問い合わせ先ですが、東京 03-3479-1797、03-3479-1797、青鬼プロダクションまでお願いします。受付時間は平日の午前11時から夕方6時までです。さあ、最後にいつもその短く一言いただいてるんですけど、はい、今後やってみたいことや夢みたいなものは何でしょうか？あんまりそういうことはないんですけど、ずっとやっぱりそう最初に始めたきっかけみたいなものを ずるずるとどっか引っ張ってるところもありまして、軍読で、うん、なんか壮大な刺激のようなことをやりたいと、いや、思います。ラジオは何らかの形で関わりたいですね。ですよね。それと音によって全くこう空気が変わって いきますでしょ、はい、あれがどうしてもこうラジオの時代の一番いいものをこう再現したいというのはどっかにこう、うん、ずっとありまして、それちょっと具体的になるときにはお手伝いをぜひぜひそれはもう嬉しいです、ぜひ何かやりたいと思います、はいはい、荷物運んだりからも始めますので、ということで今日のゲスト銀河万丈さん、ありがとうございました。ありがとうございました。